欧州市沖は、天正18年7月から8月にかけて行われた、豊臣秀吉による、大内地方に対する領土市沖。大内市沖とも言う、銀色殺白い東都市道丸具足。豊臣秀吉が、宇都宮にて、伊達政宗へ下肢し,した、とされる。豊臣秀吉による、大府両国の無事への関与は、天正13年の金山州新井の大上の、派遣から開始された。 総うあらいは、天正16年までに三道上をもむき、王宇閣僚士と交渉を行った。天正16年9月、もがみよに続いて、伊達正宗も秀吉に強順を示し、王宇の無事実現へ大きく前進した。秀吉は天正17年1月に正宗に書状を使わし、天正17年前半の上落を求めた。しかし、 その天正17年の前半である5月に正宗は、阿蘇な領の合図へ進行したのだった。秀吉は上落要請を無視し、王宇の無事を乱した、正宗の行為に不信を抱き、正宗が合図から撤退しない場合は、王宇へ出兵する用意があることを明らかにした。11月、北条氏が秀吉の沼田領裁定を覆し、真田領、名ぐるみへ進行したことをきっかけに翌春に、 北条氏の性伐が行われることになり、東国に政党軍が派遣されることになった。天正18年、秀吉は下野国の宇都宮国綱、日立国の佐竹義重と共に、小田原性伐を行い、天正18年7月11日、小田原城は開城し、法上氏政、北条氏照兄弟が切腹、北条氏直ら北条一門の多くが、高野山に入るとなった。 これにより、戦国大名としての御北条氏は滅亡した。党の南部下文書によれば、それより、先の6月14日に、ガムウ里がすでに、道の区国に本末へ到着し、豊臣軍の欧州入りの先駆けとなっている。秀吉は、7月17日、宇都宮国津奈良と共に、小田原から下屋国に向かい、7月26日、宇都宮城に入城、関東、 大宇の大名たちも、宇都宮へ出頭し、ここで、大宇大名に対する仕置きを行った。秀吉の宇都宮着陣に先立ち、すでに、日立の佐竹義信、道の区国北部の南部信直が、宇都宮入りしており、7月27日、南部信直に対して、南部所領の内七が軍についての覚書の衆印状を与える。7月28日には、 小田原にも参陣していた、伊達政宗が欧州への迎えのためとして、宇都宮入りし、8月1日には、佐竹義重に対して、日立ほか54万国の所領を安堵している。伊達に関しては、前年に、すり、上原の戦いで、足なしを破り、大に150万国、近い大領国を築いていたが、政宗自身が小田原に持参したことに加え、 藍津攻めそのものが秀吉の総武事例に違反していたことなどを理由に藍津四軍、岩瀬軍、浅香軍を没収され、道の暮れはのうち十三軍、およそ七十二万国に減報されている。秀吉は正宗の案内で、その没収した藍津を新風となったガモウジサと武行だった浅野長政を筆頭とする欧州市沖軍を伴って巡殺行軍を行った。 秀吉は途中で再び宇都宮に戻ったが、欧州塩木軍は、正宗の案内により8月6日に、白川に到着、抵抗した河西市家臣を退けながら8月9日には、合図黒川城に入る。その後、比江抜氏が上地を追放された後の都矢ヶ崎城に、武行、浅野仲政が入城して諸将に号令し、欧州塩木軍は、平泉周辺まで進撃して、 我がしら在地領主の諸城を制圧した。浅野長政の家臣が大官として進駐し、新体制への移行が進められ、検知などを行った後、軍隊大官を残して、欧州仕置き軍は引き上げた。秀吉の天下統一はここに完了した。欧州仕置きの内容は次の通りである。豊臣政権の支配下に組み込まれた大宇では、検知が実施されて、 初代名家の国高が確定し、それを基準とした軍役が課せられた。また、この時所領を安堵された、王宇の初代名は、豊臣政権に公認された、四君という立場を利用して家中への統制を強化し、これまで同族連合的雰囲気が強かった、伊達、南部などの大名家が、近世大名へと変容する契機となった。この欧州市沖により、 秀吉の天下統一事業はついに完成した。しかし、豊臣政権による強引な大名の再配置は多くの不満と圧力を生んだ。まず、塩木軍の主力が欧州から引き上げると、改益された火災市、大崎市の急進が中心となった火災大崎一揆が木村寮で発生する。これに降応するかのように、旧和賀領と旧冷え抜き領で和が冷え抜き一揆。 出羽仙北地方で仙北一揆、出羽庄内地方でも藤島一揆が発生した。また、潮木によりそれまで南部市内部で南部信長とほぼ対等な立場にあった久野戸正美が信長の家来として扱われたことに不満を抱いて信長と武力衝突を起こした。豊臣政権はこうした一揆、紛争を鎮圧するため、 翌天正十九年に大規模な軍勢を派遣せざるを得なくなったのである。一方で所領を安堵された安藤サネは、後年になって大牛沖を振り返り、百年ほど前のでは、道の区領国では、省内、西条、南部、秋田、全北、津軽に分立し、閣領主は仲が悪く闘争に明け暮れていた。しかし豊臣秀吉により、天下が統一されたに、 数順の状態になった年、潮気によって東北の戦乱状態が解消されたことを評価している。ありがとうございます。